次は僕中押し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 やって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 うるせえんだよ。わかったから、やるから、だから落ち着いてコメントしてください。それじゃあ、君のコース、きっと楽しい。名前もうるせえ。やっていきますか。おーおー、上下反転か。面白そうやんけ。なんかいろいろ設置されてますけど、とりあえず上の土管入っていきますか。おーすげー、これ天井に穴開いてるように見えるけど、上下反転してるから地面に穴開いてるってことになるのね。そして上下反転で敵が落ちてくるの。この発想、やるわね。最後のだけ早いな。最後の赤い土管は敵が早く出てくるんだよね。まったく、土管という思い出の中でじっとしていてくれ。あれ?スクロールと待っちゃった。うんこの、多分ね、この上に隠しブロックがあって、そっから鍵が出てくるとかありそうだわ。ありませんでしたわね。でも安心してください。うまいマリメ実況者は、常にわずかな安全なマージンを残すことを忘れ、ほら抜けられたね。でも私は隠しブロックから鍵が出てくる未来をビンビン感じるのよ。ほらこの凹みとか怪しいよね。こんなやべえコースに泥酔ごときが勝てるはずがねえんだよ。なんか出てきたよー。隠しブロックはあったけど鍵じゃなかったね。でもムササビでどうするんですか。ここを壊す。何もなかったねー。でもなぜだろう。このコースに奇跡のような神ギミックがこの先に待っているような気がするのよ。え、なんでそう感じるのかって、改めて問われると答えがたいものだな。同期の言語化か、あまり好きじゃないしな。しかし案外、いや、やはりというべきか。自分を探す鍵はそこにあるか。そんなこと言ってたら気づいてしまいました。ボム兵でこのブロック壊せるや、何もありませんでした。ま、でも先に進めるようになりましたね。中間取って次のエリアに向かいましょう。え?いつから中間だと錯覚していた。あれは中間でもありゴールだ。つまりゴールをしたということになるので、ゴールをしたということになるのだよ。なるほどねー。お次はこちら、リープオブファイスかな。やっていきましょう。よろしくお願いします。これはサムネ映えしそうなコースの匂い。とりあえず黒背景に鬼畜ギミックだとサムネ。なんじゃこやー。え、これ飛び越えるんですか?まさか飛び越えた先でトランプジャンプとか?最近トランプジャンプばっかりだから。ありそうでなさそうでしたね。あのギリギリで止まらないといけないのね。ちょっとブレーキかけて。どうすか?行き過ぎー。これ右上のタイマー見てさ、だいたい294くらいでブレーキかけると。ダメなんですね。わかりました皆さん、294.5 くらいでブレーキかけると。これ滑ってパックン倒せたら楽なんだけどね。ガッハハハハハハハ。ひえー。でも294くらいでブレーキしてさ、あとは微調整でいけそうだよ。さあ、うますぎるんじゃないか、下手すぎるんじゃないか。いやまさかのグッドゲームパックンとか、誰が予想できたよ。はい、もう完璧に覚えました。ほれ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 。ほれ?人は、勝利を確信した瞬間が一番好きが生じるのだ。だから皆さん見てください。この油断が一切ないジャンプ、うますぎるんだよなぁ。油断すんな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 余裕なんですけどね。お次は久々のマントコースですね。時間が足りない?爽快マントスピードラン20秒やります。開幕マント同じわ、ヘヘッありがとうよ。誰?開幕マントを取れることに命をかけてますから、スピン飛行で飛ぶギミックが多いと見た。ほほ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 。マントの気持ち良さをわかっているな。このコース投稿者、やるわね。でバネに跳ね返って、ここもスピンで飛行だよね。あっ飛べなかったけどまいっか。何見てんだお前。あのブラパの煽りレベルは100は言ってるよね。チャード済んで倒しましょうね。スピン飛行か通常飛行かは運次第。このコースをクリアできるかどうかは僕次第。進撃の巨人の兵長の名前はリヴァイ。ほらリヴァイとか面白いこと言うから落ちちゃったじゃないか。おっこれはウィニン。ありがとうございます。本当は毎回マントコースをやりたいんだけど、なかなかいい感じの難易度のマントコースがないから、よかったらコメント欄の一番上に固定されているコース募集動画にコース ID を書いちゃってくれると嬉しいです。一番乗りあざーす。お次はホロライブさんのゴールデンウィーク企画のコース、ステージに危険なキノコがやってくるやります。ホロライブさんといえば、バーチャル YouTuber ですよね。実は皆さんに黙っていたことがあるんですが、僕もバーチャル YouTuber なんですよね。ということは、実質僕もホロライブってことでオケですか?ダメに決まってんだろう。ホロライブさんの年商は、204億5100万円の大企業。204億5100万円の大企業?一方私デイスイは、企業と専属契約をしていない個人のバーチャル YouTuber なので、僕の年商は、アポロチョコ3個くらいです。アポロチョコ3個分のエネルギーで、ゆっくり実況動画を作っております。これが本当の、ドラゴンエネルギーってなが、
はははは、笑ってる場合じゃなーい。もしよかったらロッテ様、アポロチョコ愛好家代表取締役会長の私が、アポロチョコの魅力を視聴者の皆様にお伝えしますので、案件をお待ちしており。さあ、週刊切ったんでこっからは後半戦ですかね。おほー、毒キノコがいっぱいすごいのー。毒キノコってよく見たら、アポロチョコに似てますよね。つまり今この状況は、アポロチョコに追いかけ回されてるんだから、むしろ僕にとっては案件みたいなもんじゃないか。アポロチョコ多すぎー。さすがの私もこんなに一気に食べられないよ。さっちゃっちゃと逃げましょう。次はアポロチョコじゃなくて、長谷園の松茸の味の薄いものとかがいいっすね。うわ、浮気宣言したから、アポロチョコが切れて襲いかかってきたぞよ。ちょ、キノコ逃げんな。こんなぴょんぴょん跳ねるようなことできるんだね。アポロチョコタワーはスルッとスルーして、こいつは下をくぐって、こいつは、クッコのアポロチョコタワー、ちょうど真ん中を飛んでやがる。おいしい。おいしいんだから、やっぱりこのコースも、ミンバト設計になってますよね。ここミンバトでやったら絶対面白いと思う。マジでコビとか一切なく本当の気持ちでね。え、嫌だな。そんな僕程度の VTuber がホロライブ様にこびるとか恐れ多いわ。憧れるくらいの方がちょうどいいの。ホロライブグッホロライブのコース投稿者やるわね。まあ、キノコを維持していけば大丈夫ってね。っていうかマジでソロプレイでもめっちゃ楽しかったので、またホロライブさんのコースやりたいっすね。対戦ありがとうございました。もうすぐ夏休みということで、夏といえばホラーなコースをいただきました。さあ地獄の扉が開かれる。何は露天ね。さあやっていきますか。何やらこのコースは海外のマリオメーカー界隈が絶賛するほどの超人気コースみたいなんですね。てかこの心音みたいな男は過ぎなんだけど、聴覚でしっかりと恐怖を煽ってくるとは。このコース投稿者やるわね。さあ1の1みたいな配置のブロックが出てきました。あ、なるほど。アイテムやピースイッチなどのオブジェクトがあるとそこだけ光って光るから、ちょっとした救済処置になってるんですね。僕怖いの苦手だから助かりますわ。ここは土管に入るでいいかな。お、なんだここは。いや、普段聞きまくってる効果音なのにホラーって認識してるとこんなにも怖くなるもんなのね。ひん、もう僕のライフはゼロよ。左右好きな方へ進めと。じゃあ俺はこっちの道を選ぶぜ。それにしても敵さんが全然いないっすな。ホラーといえば敵に追いかけ回されるのが魅力ですよね。つまり急に仮面が襲ってくるとか、急に横ドッスンに追いかけ回されるとかありそう。私の予想はねー、当たるんすよ。なんなに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 、急な斜めスクロール怖すぎ。わら、ホラーコースといえばたくさんあるギミックを一つずつ攻略していくのが多いんだけどさ、ギミック攻略がメインになっちゃうと探索作業に集中しちゃうから恐怖感が薄れちゃうのよね。だからこのコースは探索が少ないし雰囲気重視になってるか。マジで怖えー。ちょっと本気で怖いんでギャグを言って雰囲気を和ましてもいいすか。いいよね。いいって。じゃあ行きます。怖すぎ怖すぎ怖すぎうちとしや怖すぎうちとしや。いや雰囲気なごんじゃったね。自分のセンス力が恐ろしい。お、パウブロックが出てきた。あってドアに入れるようになりましたと。ドアから出た直後が怖いから注意ね。うひー。あ、なんだピースイッチの顔か。あれ引っ込んだぞ。進むにつれて雰囲気が怖くなっていってる気がする。そしてここは進めの。壊れてスクロールが始まった。でどうなるんですか。あ、なんか移動できるように。いやー怖すぎうちとしや。こんな状況でも一切弱音を吐かないマリオさん。この配管工やるわ。お、ほう。この一瞬斜めにスクロールすんのがマジで怖い。わら。そしてなんか最初に来た部屋と似たような部屋ですねここは。あれ土管入れないっすよ。あ、右矢印があるから右に進めるようになるっぽいね。ようやく探索らしいことができそうですね。あ、なんかボム兵の起爆で壊れたっぽいですね。お、ウォール発見。これでクリアなんですかね。あっと、あの出口が塞がれてて戻ってきたのか。すげえなこのコース。プレイヤーに探索はさせないように裏の仕組みが凝っててめっちゃ頑張って組まれてる感じ。さあ壊れた壁の先に、なに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 、なんだったんですか。どえー、ほらもうビビりすぎて中の人焦ってるもの。ドアから出た直後注意ね。怖くない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 。あれ挟まれちゃったよ。キャース。あかんあかん、ネット来てる。あかん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 か。許して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 許されませんでした。あれ？別のエリアにワープしたぞよ。いや違うな、中間から始まったんだけど、ステージの構造が変わってる。あ、ゴールだ。これ本当にゴール。ゴールでした。いやーすごい。マリメでこんなに恐怖を味わったことないっすわ。他にもこういう恐怖コースたくさんやりたいっすね。対戦ありがとうございました。草野人チャンネルエンディングテーマ、ハリスピコ、表タンと違うやります。
はやでけいな。開幕から愛を感じます。さあどんなか楽しみ。君の愛は感じた。いいんだよ、最初の一歩を歩き出した。このコース投稿者にエールを。っていうかさ、僕も高評価してくれよな。っていうカットイン動画欲しいなー。